はい、菊池直子被告は、1995年に起きた、東京都庁爆発物事件で起訴されました。地下鉄サリンの2ヶ月後に、都庁に届いた小包が爆発して、都庁の職員が左手に大怪我をしたという事件です。地下鉄サリン事件で警察の捜査を受けたオウム真理教が捜査を撹乱するために起こした事件だと言われています。はい、菊池直子被告は、都庁爆発物事件で、爆弾の原料になった薬品を運んで事件を手助けしたとされて起訴されました。当初は地下鉄サリン事件や、VX という有毒猛毒ガスを使った事件にも関与したとして逮捕されましたが、あまり関わりがないということでその2件については不起訴になっています。教団の中で地位が高かったとは言えないために、今回も、事件を起こす目的、自分が運んだ材料は知らなかったというふうに判断されました。一審判決は、事件で死刑になった井上義郎という死刑囚の証言から菊池直子被告は有罪だと認定しました。ところが東京高裁は、この死刑囚の証言は信用できないと判断しました。検察は今まで、この死刑囚の証言をもとに、多くの幹部の有罪判決を勝ち取ってきた経緯があります。今回の判決を不服として、上告すべきかどうか2週間以内に判断することになります。